だけどね、はい、よりなんか小さくなったような感じがするね。あの上原を師と仰いだという、うん、いいわけではないんでしょうが、うん、いいところを取り入れて結果こういう今形になってる、うんうん、先発は山本匠でした。低めのボール、セカンドゴロ、松山セカンドゴロ、ワンアウトです。吹いてくれるといいんですけど、ちょっとね、蒸してるような感じでしょうね。はい、来ませんでした。今年3年目を迎えています。バットが回った、リズム良かったですね。2人目の藤島がもう完全にカーブ打線、バッティングをさせないような投球を見せました。投球、愛知東邦高校出身の3年目、三塁線は下がって取った、堂上直道、遠投、ワンアウト。貴重の波というのを抜け出す図にいます。だけどそんなの続くわけないんですよ。ええ、空振り三振です。その4月の時には10連敗というのがありました。僕も投げる、で最後に真っ直ぐで空振りって、もういいピッチングなんですよ。はい、おこれもしっかりとフィールディング見せました。ずっと打とうとしてたと思う、三遊間打ってきましたね。三遊間寄ってた、二遊間打ってきましたね。ね、打つ確率も増えると思いますけどね。あっと見逃した。太田としては今一塁に歩きかけましたが、この表情の側です。次に気を抜けない。フォークボールかなんかをね、レッド方向に持っていったと思いますけど、蹴りをしないと、うん、変化球とか空振りしちゃいますよね。最後は空振り三振、ストレートでした。まあここからですよね。残りゲームを考えても、まずは先頭を切りたいという藤島健人、沈むボールで三振、ワンアウト。しっかり投げれる、うん、そこが彼のいいところですね。これですよね。はい、うん、変化球を三振、思いますよ。でもここまで立ち直ってくるっていうのはね、辛さがここまで来るにはあったと思いますよね。トリッティング腹が座ってますよね。はい、お三振、真ん中にズバッときました。成績を残せる選手だと思うんで、そうですね、はい、もちろんベンチに代打としていても、やっぱり相手からすると嫌なんですけどもね。ここはインサイドのボール、ダンスに強い相澤のタイムリーが今日も出ています。もう時代はあまりこう表現なかったですけど、ドロップっていうんですかね、あの縦の、はいはい、ですよね。そう、小園もバットを持っています。三者連続三振、小気味良い見事なリリーフぶりを見せました3人目の藤島投手です。